はい。皆様、こんにちは。かわぽんです。今日は、上智大学のティープ利用全学部入試の3年間の倍率のご紹介になります。上智大学の全学部入試に関しては、英語の独自入試はありません。ティープが必須になります。でティープのスコアに応じて、英語が得点換算されまして、残り2教科で合否が決まるというスタイルになります。でその得点換算の、えー、と基準は非公表となりますで。ティープに関してはね、あのー、 英検と同じような4技能なんですけども、まあ、上智大学さんに昔英検とティープの違いって何ですかって聞いたことがあるんですね。そうするとですね、あの、まあ、英検と同じ4技能ではあるんですけども、よりなんか実社会に出たシチュエーションを想定した問題とかね、あのシチュエーションを、えー、想定してます、みたいな、えー、っと、回答でございました。で、えー、っと、このティープ利用に関してはね、 えっと、なんだかな。まあ、上智志望度が高い方はね、おそらく受けらし、受けると思うんですけどね。結構、それ以外の方に関してはね、えっと、まあ、特に上智に、えっと、こだわりがない方は、やっぱり汎用性が高いね、あの、英検とかに流れちゃう傾向がありますので、えっと、まあ、ティープ受験というのがね、ちょっとハードルが高いように感じられる方もいらっしゃるかもしれません。 でえー、となのでね、えー、と倍率も、まあ、ティープを必ず受験しますので、倍率はやや低めになるのがあの特徴になります。でまあ、逆にね、あのティープというハードルさえ超えればね、結構低倍率の世界がね、繰り広げられていますので、えーと、チャンスではあるところなんですねで。定員もね、比較的多めに割り振られています。この上智のティープ利用全額留置ですね。 はい。では実際ですね、あの倍率を見てみましょう。でこれ直近3年間の学科ごとで、えっと、赤枠が、えっと、2倍台以下になります。まあ、2倍台または1倍台のところを赤枠にしております。でこうやって見て,見ていただくとね、えっと、ほとんどが赤枠で3倍を超えるところはね、だいぶ少なめになります。まあえて言うとですね、教育人間心理学部は、 看護学科以外に関してはね、ここは3倍を超える年度がほとんどになりますので、ここは倍率は高めになります。えー、特にね、心理とかね、えーと、やっぱり6倍台とか出ますんでね。で、まあ、文学部に関しては、まあ、だいぶね、まあ、赤枠が、まあ、増えてきているという感じですかね。で法学部に関してもね、えー、と法律と、まあ、国間と痴漢があるんですけどね、えー、とこれは2024年,年度はすべてね、えー、2倍台ということになりました。 で、経済学部も、まあ、あの、経営学科はね、ちょっと高めになりますね。2024は6.3倍でしたからね。で、外国語学部に関しては、えー、安定的に倍率が低いのが、まあ、ロシア語ということになるかなと思います。えー、あとはね、まあ、イスパニア語なんかもね、直近では低いですけどね。で、ポルトガル語なんかも、 直近ででは低いですね、まあ、この辺はまあ学部とか学科にこだわりなければ、もう低倍率で狙うんだったらこの辺りかなというふうに思います。で総合グローバルは、ね、少しムラがありますね。この直近3年間だけで見ると少し核燃減少みたいな感じになってますかね。えー、4.1、2.9、5倍ですから20 25、ね、2025は核燃が起きるとすると少し下落するといいなという感じですね。で理工学部は、ねえー、と安定的に低めになります。 結構一倍以なんかもね、あの、参見されますので、えっ、ー、と、利口系の方はね、これ確実にチャンスだと思います。はい。ということで、えー、手短くではありますが、えー、以上となります。ありがとうございました。